皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまたもやもや、またもやお便りありがとね。とってもとってもとっても嬉しきですから、はい、ありがとうございます。本日もサンピアさんのお便り、ではでは拝見させていただきますね。じゃん。あ、なんか昨日にちょっとかぶってる部分がある。はい、そうですよそうですよ。ただどういうことでしょうかね。これはやはりとっても今まで見たこともない不思議なお一言となっておりますよ。そうですね、これを簡単にご説明しますと、まあ多分昨日も言いましたけれども、甘いパンなどに塗るドロッとしたもの、はい、でもそっちじゃないですよね多分。僕や他のキャラクターたち、ジンコ先生によって生み出されるキャラクタープロジェクトのことですかね。はい、キャラクタープロジェクトのその頭の文字、これにプラスして、これまた難しいですね、ご説明するの。子供たちの謎を探るグループ、はい、もっとまとめますと謎を探る子供たちのグループ、はい、これです。これが合体した一言となっております。はい、そうですね、それによって、まあなんて言いましょうかね、そのなんて言うんでしょうか、まあ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 あれですよ、とっても謎を探るためのグループとして活躍しそうなお名前になっております。はい、とっても活躍しそうな、まあそうですね、まあが多いですよね今日は。ただ本当にご説明しづらいのですよ、とっても。これをですね、あ、でもじゃあその謎を探る子どもたちのグループに焦点を当てましょうか。これをひとまとめにすると、とっても説明がしづらいので、ちょっと焦点を絞ります。僕はですね、この謎を探る子どもたちのグループというものにはすごい憧れがあったんですよ。昔こういうグループとか流行りませんでしたかね。なんか今もアニメとかでそういう子どもたちのグループって出てくるときありますよね。なんでしょうか、なんとかくんとかいうアニメで、はい、それでやっぱりこういうものを結成するっていうことに憧れまして、あー、やっぱり結成したいなーっていう気持ちはあったのですけれども、僕はちょっと友達が本当にいなくてですね、まあ悲しい話ですみませんね本当に。ですから結成するも何も、もうそういう遊ぶグループに入ることすらできなかったのでございますよ。なんとも寂しい話になってしまいました。ですから憧れは特に強いです。今も謎とか不思議とかはすごい興味ありますよ。ですから今でもそういうものを結成するっていうことには憧れています。はい、とっても。やっぱり霊現象とか未確認飛行物体とか、そういう不思議なものすら憧れてます。未だに憧れがあります。ただ信じてはないのですよね。実際に見たりしたことがないわけでして、はい、
実体験をしないと信じられないので、ただの憧れとなっているのでございますよ。ということでして、皆様にお分かりになられましたでしょうか。ちょっと難しいですよね、この一言は。ということでして、もう行ってみましょう。ではでは行きます。サンピアさんよりの一言、どうぞ。ジャム少年探偵団。